神戸の川崎造船所の機械科に勤めてまして、昭和20年の3月の大空襲でですね、下宿先とそれから会社もだいぶやられて、こう操業ができなくなったもんですから、僕は姫路にしばらく帰ってたんです。そしたら、会社が呼び出しが来て、四日市の文庫場の方に派遣されましてね。そして3月に文庫場の四日市に行ったら、小さな集団工場でね、仕事をしてたら現役の召集が来て、それで5月に現役の召集が来て、高射砲隊ですね、そこに入隊して、当時日本の高射砲はですね、8口ですね、8000メートルしか飛ばないんですね。だから B20 届かないんですよ。それで神戸の大倉山にね、12口の高射砲があったんですね。その12口の高射砲が相当威力を出したんですね。でその12口高射砲を大阪の天満 の小学校の前の、その焼け跡の空き地に置くということで焼け跡整理をして、それで掩体掘りをしてですね、もう本当特化作業をやってますね。それで掩体をね、2つ掘って掘りましてね、そして校舎を全部座ったんですよ、横に。また掩体に座るんじゃなくて持ってきて据えたんですよ。据えた時終戦だったんです。で大阪でしばらくゴロゴロしてましたんですけどね、仕事もね、大変ですよね。ないしね。でアルマチ工場に入り込んで、たら、いいよ働けって言ったけど、行ってみたけど仕事はないしね。でそこである機械がね、川崎にあるような機械じゃないからね、僕はあんまり使えないんですよね、古い機械で。向こう川崎でボタンを押してからあれするだけだったけど、僕そこの機械は全部ベルトでですね。で変わったのにどうしようかなって、そして安定所に行ったり、なんか仕事探しということでちょっとブラブラしてたら、いえ年の暮れが来ましてね、これはもう大阪におったってしょうがないし、堺の兄貴とか行こうやっても居候するわけにいかんし、じゃあ、兄貴の兄嫁の実家の、いわゆる子供頃からよく行きよったんで、ね、知ってるんですよね。で僕大事にしてもらったもんだから、あそこ行ったら正月餅でも食べられてね、ちょっと暮らせるかもわからんと思うんで、それで姫路に、行くつもりで大阪県に行ったんです。だから大阪から駅に行く電車の中で、前に安定所で一緒になった、有田っていう男がですね、有田だった。それと一緒になってどうするかっつったら、もう大阪ひどすぎるんで、これだったらもう長崎のね、炭鉱が飛ばしちゃうから、もっぺん帰りたいからって言うんで、ああそうか、じゃあ俺姫路行くから一緒に行こうかって言ってね、そのまま電車があって大阪まで行ってですね、もう超満員ですよ、わー乗ってくるからですね。そしてもう大阪ってもうごっちゃ返しぐらい乗ってから、そして姫路に着いてですね、降りるした時に、ね、降りられないんですよ。降りられないし、もうみんな窓からね、出たり入ったりするし、もう時間見たらもう遅いんですよね。もう真っ暗で、それで、ああって言ったら、もう降り損なっちゃってですね。実は高校行くことで、僕、姫路に降りつもりだけど、
降りられなかったもんですけど、このまま九州行って一緒に炭鉱行っていいですかって聞いて、ああでもそれはすごいですね。その話は本当に、うん、いいよいいよって言うね、うんうん、あんたたちは高島に行ってもらう、羅島に行ってもらうと言われてさ、でも全然わからないよね、橋までどこやか行きながらまた船に乗ってですね、ここで橋まで行った。さすがにね、あの岸壁見た時はね、ちょっとねびっくりしました。ああ、えらいとこ来たなっていう気ましたね。プライトンネルを入れた時はなんかちょっと不安だったですけど、すぐトンネル出て、そしてあの近代的なこう鉄筋コンクリートがね両脇にこうあるのを見て、あれって思いましたね。 あれっていうのはどういう意味で、あ、モダンだなと。あ、そうです。あれはあら、近代的だなと。全く想像外だったもんですから。一生来た連中はもう何でもモダンとかおるんで、もう昨日昨日までみんな来てるんですよ、うん、だからもう一緒にいた若い連中なんか全部僕の洋服着てね、橋場で生活したんです。何年ぐらいは寮生が、ね、100人ぐらいいましたかね。あ、100人ぐらい、うん、会社に入ったら日付が30日になってましたからね。だからもう年末ギリギリですよね。だから、正月にですね、お頭みたいなのがついてね、それであのちゃんとした正月のお祝いみたいなご飯が出てきたのにびっくりしました。もう僕が行って聞いた話では、もう朝鮮の人の方たちは全部帰ったって話が来ましたね。だから三菱の募集係がですね、宮崎、鹿児島、あちこちに募集に行きますね、うん、それと同じ感覚でやはり朝鮮にも行ってるんですよ、うん、募集に、うん、当時朝鮮は別の国じゃないですからね、うん、日本の国ですから、うん、だからあの外国人を拉致するなんとかそういう感じじゃ、うん、ないはずですよね。だから、うん、あの募集に行った連中は僕が聞いた話ではね、うん、やっぱり宮崎とか鹿児島とかあちこち募集に行くと同じ感覚でですね、やはり朝鮮にも行ってるんですよ、募集に、うんうん、それで朝鮮の場合にはですね、やっぱり同じ国にとったって多少違うですからね、報道とかいろいろ、うんうん、だからいろんな意味では向こうの募集屋にね任す場合が多かったと言ってましたね、うんうん、僕は川崎にいる時ですね、ボタジの先輩がですねどんどん兵団行っちゃってですね、それで翼車タービンのね、翼車を置ける大きい正面板って旋盤をですねを操作する人がいなくなってね、でたまたま僕が担当させられて、でそしたら僕にですね北朝鮮の徴用工がね3人つけてくれました。それで一緒に仕事をしたんですけどね、もう全然ね、もうその仕事わからんしね、もう僕全然無理させなかったですよ。でもう朝遅く来てもう早く帰るかね、でただただ本当もうついてる人だけでそれの掃除したりなんかするぐらいですね、もう強制労働なんて絶対したことありなかったですよ、うん、僕は先生いたことないからわからんけどね、大体いろんな人の話聞きよったらね、雰囲気は分かるじゃないですかね、しかしあそこはね戦争中も案外こう家族的な雰囲気がね島にあったという感じはしますよ。なんですか、ああいう島の外見から今でも新聞社なんかは葛藤鬼ヶ島と言われた島軍艦島ってね、もうなんか切り欠くたびにそれが出てきますよね。うん、昨日2、3日前の新聞にも書いてましたよね、勝って鬼ヶ島と言われてる文化島とのものってね、うん、あらまだやってるかって結局もうそういう思いが、ね、定着してますからね、うん、だから何しようかな、もう韓国島で囚人が集まって素読圧制されたんです、非常に悲惨なね牢獄のような島だったというね、やっぱり認識があるんでしょうね。やっぱ平山20周年の会を高浜でやった時にですね、今長崎市になってますけど、前は西園寺の野崎町だった、でそこでやった時に随分集まっていただきましてね、
そもそも正解だったんです。でその時に朝日新聞の若い記者が僕のところに来てですね、その20年も経っているのにあんなたくさんの方がね集まって仲良く歓談してですね励ましたっていう姿を見て自分は感動したと。それをぜひ記事にしたいからね、あのいいかって来たんです僕に。それでもう断ったんです。でその時に橋本があの写真を一枚貸してくれって言うからね、断ったんです。今まで君たちはその橋本の記事を紹介して、そして必ずそういう朝鮮問題でね虐待したとかどうだとかいろいろ記事を載せるじゃないかと。僕はそれ嫌だからね、僕は断るからって。君は記事書くならね、君の記事事実書くならそれは僕は共に権利ないけども、俺の談話として発表してもらったら困るって断ったんですよ。そしたらね、本人はもう何回も来てですね、で絶対自分は自分の任された記事だから、自分の感とか言った20周年の記事を書きたいんでね、たくさんストンキの写真貸してくれって言うからね、絶対朝鮮問題いりませんって、そういうもんだからね、もう何回も若い記者だったからかわいそうになってね、橋のビル前後で奥さんたちは会合をしているですね、写真を一枚貸したんです。そして僕は写真も撮ってなかったら分からなかったんですよね。そしたら新聞記事の後にやっぱり朝鮮問題が載っとったんですよ。それ僕は後で知ってね、もうあったんできてね、それで朝日新聞にね工業電話入れたんですよ。もう全然寄り得ないんです。それで何かが入れたらですね、新聞社がね、もう本人いないって言うんです。もう本人転勤してましたんですよ。どうしようもないですよねもうどこに転勤したかわからないですね。そうしよったら随分何年か経ってからですね、本人から手紙と写真が来ました。で断りの手紙とですね写真が入ってきて、もう自分の本意ではなかったと。で自分まだどうも自分が知らんうちに上司が勝手にこう付け加えて報道したみたいですよね。で僕あんまりいやいやいや言うんだから本人転勤させられてるんですね。教室長崎平和教育の今労働劇軍艦島での加害の歴史教育の森、これが出てるんです。で僕は気になったから切り抜いて出てたんですけどね。でこの朗読劇はですね、通信制のこの学校が、朗読劇を橋場の問題、要するにあの橋場1945年影のない少年たち、要するに14歳のそのキムっていう朝鮮人が14歳で高田に働かされてですね、それから脱走して、そして、島を出るまでの苦渋を描いたその作品になってるわけですよね。それでは校内だから鍵がないですね、真っ暗だから。だから結局そういう朗読劇ですが、当時の橋場でですね、朝鮮人が14歳の少年たちが労働に入ったとか校内に入校したっていう記憶全くないですよね。そういう全く記憶ない朗読劇をやってね、それをですねこの新聞が取り上げて、しかも「キム少年たち少年役」の3年中島大輔さんは、一番知ってほしいのはラストシーンのキム少年が船の上で自分の影を見たことはなかった、太陽はこんなに眩しかったのか、島では昼晩の時は校内で働き、夜晩は昼間の寝る生活だった、しかし朝鮮人は決められた道を歩き広い広場に出られなかった、こんなことを報道してるんですよね。そして17歳のそれを見たその、女性にですね、日本軍や日本国のまず人間が人間でしたことを考えないかならんというようなことを書かせてるんです。だから新聞社自体が実際そんなことはなかったことですよ、さもあったことを広告で国民にそれを訴えている非常に美談だという感じでですね報道してるんですよ。でこれが当たり前の社会だったんですね、日本には。でこれがね非常に怖いと思うんですよ。新聞社がね真実を報道せなならんでしょ、
その新聞記者が実際その事実があったかどうなのか全然知らんでですよ、おそらくこの会社この記事を書いた記者は製造中の事実そういうこと全然知らんと思いますよ。そういう記者がね平気でこんなことを書いて堂々となんかビダみたいになって載せられてるんですよね。だからこういうそのマスコミの取り扱い方ですね、これはもうほんの一例ですけどね、これはもっと大きく全般に渡っていると思いますよ。だからこれを取り消す是正していくっていうのはもう大変な仕事ですよ本当。僕は組合の執行部になりたくてね。ああそういうふうにおっしゃってましたね。それで、あの総務の給食のね常任事務しとったのをやめてね、自分であの講演さがった、そして頼んでですねいろいろ仕事させてもらいました。ああいうとこ橋本はいいとこですね、だから宿利屈伸ですね、運搬充填、最短だけしませんでした。最短はあのダメお前は無理だってやってもらえたんですけどね。炭鉱の作業というのは意外と熟練を要求される仕事ですよね。特にあの枠ですね、工場の枠を作るのにですね、やっぱり何十年というものすごい熟練した人の作った枠とですね、そうでない人の方が作った枠ではね全然違うんです。もうあの重たい荷重がバーッと来た時にですね、その人の枠はきちっと立ってるんですけどね、新米の人の枠は折れてみたりね、僕はずっと長い間こう組合としていて、同じ地方のね古い幹部なんかと話すとね、いや俺たち若い時の炭鉱は高価だったひどかったっていう話はずっと聞きましたよ、だから特に炭鉱の労働というのはそういうふうに評価されてきたんだろうと思うんですけども、橋場ではね聞かないんですよ。これも不思議ですね。そういうのを僕がおる間に一回話題になったこともないですもんね。その重労働で過酷な労働でじめたとかそういうのはないんですね。考えられないですね。橋島は非常に家族的な島だったからですね。で会社関係もですね、ある意味で労使っていう問題外れてね、外れてやっぱり橋島っていう関係の中でね、いろんな問題を解決しようというそういう気分が会社側にもありましたね。なるほどね。だから3年前にですね、3年前に閉山で1月っていうふうに決めたのはね、組合なんですから。会社と話し合って3年後の1月に閉山って、そうすると4月から転校だからね、そうすると1月だったら3ヶ月の間に就職だとか学校も含めてね、非常に転換がしやすいし、気候もいいからですね、ということで労使で話し合って組合の方から提案したんです。なるほどね、それ素晴らしい話ですね。技術業は、であの会社がもう公明がないっていうもんだからね、じゃあさ信用できんということで我々も調査するからということで当時の全炭鉱のに入ってもらってですね、労働組合で調査団作って、で九州大学と熊本大学の地質学の教授2人入ってもらってですね、そして会社が言う通りですね、あの橋本沖の新しく開発した最短区域はですね、もう攻めた以下でね、もう採掘不可能だということを教授たちも認めてね、これはやっぱり無理だということで、今の航空では大体まあ3年ぐらいだろうという結論が出たんです。でところが会社の方はですね、3年間できれいにこう取っても建坑のですね周囲に保安端というのがあるんですよ。でこの保安端を取ればですね、あと1年ぐらいは最短できるんですよね。だからもったいないからね、この保安端も掘ってという最初話だったんですよ。でも組合がもう僕はもう暴力反対したんです、今までせっかく犠牲者払ってここまで何年か来たのにね、もうこのままちゃんともう3年で食いつけましょうと。でも保安端はやっぱり保安端だからね、もうそこ欲張らんで
その安全第一でですね、もう区切りつけましょうということで組合が出ましたんです。3年で、で会社であと1年ぐらいやりたかったんですね。ご飯玉まで掘って、で我々がそして閉山の都合の日のやっぱり1月だと、4月から学校にね転校するに関してということで、それ で我々は3年間準備して、とにかく閉山した時にそうですね、もうほんとみんなにこやかにですね、ほんとみんな笑って出て行ったんですから、ね、将来を期待して、ね、もう本当ね、そういう点ではね、私誇り持ってますよ。